ここだ。ここですね。赤いやつをひねれば会場に音が出ますね。はい、本日もデータ出しご来店いただきまして誠にありがとうございます。本日開催の、X-EST前夜祭のエントリーを、例えばカウンターの方で受け付けております。参加費200円でしたっけ？はい。200円なので、200円持って、こちらの方までお願いいたします。できれば100円玉の方がありがたいですね。ので、よろしくお願いいたします。エントリー用紙に使用キャラと、2体ですね。使用キャラ2体と、プレイヤーネームのご記入をお願いいたします。エントリー済んでない方いらっしゃいましたらば、対戦の合間にでもこちらに来てエントリーの方お願いいたします。大会の方8時半ぐらいから始めたいと思ってますので、エントリーがお済みでない方いらっしゃいましたらば、カウンターの方までお願いします。大会参加されます方、XA の方、大会参加されます方、カウンターの方で受付の方よろしくお願いいたします。X-EST 前夜祭の大会に参加される方でまだエントリーお済みじゃない方いらっしゃいましたらばカウンターの方まで来てください。8時半ぐらいから始めようと思ってます。よろしくお願いいたします。はい、X-EST前夜祭エントリーの方そろそろ締め切りたいと思います。まだエントリーされてない方いらっしゃいましたらカウンターの方までお願いします。はい、じゃあ、前夜祭の大会の方エントリー締め切らせていただきます。まだの方今走ってくれば間に合います。大丈夫ですね。エントリー締め切ります。ああ、お、なんかもうすでにコメントがついたよね。エストブロック分け見たけどなかなかですなど、ありがとうございます。なかなか偏りましたな。いやね、最初はあれなんだよ、なんだっけ、愛知名古屋チームが5チームあったのね。なんだけど5チームあるうちフジモンと4代目のとこ、あそこはフジモンが一応大阪あったから、その大阪が7チームあったのね。あったから大阪を8チーム扱いにして愛知を先に 1,2,3,4 分けたのね。で、その後に大阪にを1ブロック2チームずつ。だから ABCD ブロックよくよく見るとね、名古屋の1と大阪の1全部一緒なんだよ。もともと決めてたから。で、それで名古屋をまず4ブロック1チームずつ振り分けて、で、その後に大阪8チームを2チームずつ振り分けて。で、その後に静岡、まあ、中村さんとかそこら辺にして、で、静岡と岡山と、あと熊本、まあ、海外とかだよね。もうまた8チームあったから、それ2チームずつ ABCD にくじ引きで振り分けて、で、残ったところに関東を全部適当に振り分けたら C にまとまった。いやね、まとまってもなかったんだよね。一応とりあえずせっかく遠征に来てんのにっていうことですよ。1回戦に当たったら寒いよねっていう部分で。その代わり、先にそうやって1回戦に当たんなかったりとかっていう便宜を図る以上、0回戦になっちゃうよっていうあれので、ほとんどが、だからそれで大阪と愛知と遠征チームか、まあ、そういう風に振り分けられてるはずです。なんでね、だからね、しょっぱなまずくじ引き。くじ引きだからあれだけでね、4回やってんだよ。名古屋分。まあ、名古屋はぶっちゃけ一番配信だから別にどこでもよかったんだけども、一応、振って、で、その後に大阪8チームを2チームずつのくじ引きやって、で、残ったのは8チームをまたくじ引きして。で、関東分を8チーム、関東分があれか、残り23チームか、分をくじ引きして、で、ああいう形になりました。ので、もうほんとね、今回は、一気に全部まとめて一発くじ引きは、さすがに遠征の方々が多すぎたらこれ無理だって。ある程度ちょっと、そういう感じで、ちょっといじる、変則的なくじ引きにしないと無理だということで、いろいろね、どうしたもんかとどうやったらいいのかっていう時間かかっちゃったのと、あとちょっと僕の仕事が忙しくて、木曜日、昨日になってようやっと発表と。本来ね、日曜日とか月曜日とか何とかしたかったんですけど、ごめんなさい。さあ、ということで、なんだっけ。あ、そうだ、あれだ。式の細道ですね。今日のX-ESTと前夜祭の簡単なルール説明しまーす。いや、別に後でやってても大丈夫ですよ。ちゃんと聞いてれば。1人、2回チャンスがあります。今回参加何人になったんだっけセオテーブさん。23人で、とりあえず、のじ合い形式で、負けたら抜け、どんどん乱入してきます。で、ワンピース、ツーピーに関しては、負けた方の席に座るので、特に選べません。で、負けるまでずっと、やれます。で、勝った数が、まあ、23人目までいっちゃった場合って、また1人目に戻って、23人目がもし勝ったら、そのまま、勝ち続けるまで1、2、3、4と、1人目の順番ですね、に回ってきます。で、それを1周目、2周目、1人2キャラでエントリーしてもらってるのに、1周目、2周目、順番若干違います。で、それで、勝ち数が多かった4人、上位4人で、決勝トーナメントをやります。で、決勝トーナメントは、最初のあれですね、ベスト2決めは2先。で、優勝決定戦は3先となります。ので、のじ合い形式ですけども、だから誰が乱入してくるか、一応順番は決まってるので、頑張ってください。そうか、頑張って、言ってください。ということで、したら、じゃあ、とりあえずなんか僕しょっぱならしいので、僕、やります。マイクはじゃあ、小右衛門さんに。小右衛門さん、マイク、お願いします。今日はガチ小右衛門でお願いしたいです。あ、そうですね。さあそれでは前夜祭始めていきましょう。第1試合マッツンさん対ガマッチさん、着座済みですか？はい、じゃあスタートボタンを押して始めてください。さあマッツンは S 剣から S を使ったらこうなるんだぞというところを全国配信してしまう。さあ波動拳が速くて左下つまき、この大勝利は透かしている。さあ大足波動竜巻で巻き込んでいく。2分の1ガーフか、2回転目を重ねているのでガーフではないですね。さああのセットプレー、上に飛んでた時だけ昇竜拳が一方的に当たるという。これは急に波動拳が速くなって使いにくいと、逆にありますねそれ。波動が速すぎて、うわ踏んで投げる、ガード間に合う、昇竜拳、あー確認した、梅からの中足、持続当てでプラスフレームを稼いで中足。さあこれいきなりマッツンさんかなり乗っちゃうぞ。しかし龍拳戦専用のモビルスーツが来ました。パイロットは不在、パイロット不在です。 CPU8 人目のザンギの方が強い。おっいい踏み込み。さあこれは昇竜拳投げる、受け身がない。このリバーサル精度 100% ですから、重ねる重ねないをしっかり距離を選んでやんないと甘いところは全部返されちゃいますね。2択にならない2択で逆にダメージを取られてしまう。上が出ず、さあ端見ている、回ってからの昇竜、リバサは出ますよ。今踏み込み中キックでしたね。スクリューかスクリューじゃないかのタク以外はほぼ通んないです。さあ飛び込みから昇竜は出る、すかして歩きには台足、これなんです。距離を間違えたローキックが昇竜拳でガード以上、まだ分からん。ザンギならあーっと確定。仮面人です。さあ仮面人さんの S バイソン、これ S バイソンはねいいところがあって、つかみ投げが最初初動早いっていう、ゴチゴチがそう、これ連打すると X バイソンより多くつかめるっていう、実質投げキャラなんで、これちゃんとやると5割減りますから。投げでうわー伸びてくる昇竜、重ねはダメ、ヘッド、これは削り角、あいやどうだ、中昇竜で仕込むと多分勝ちますよね。 S 剣を昇竜拳は上昇中完全無敵です。さあしゃがみにも当たるグランドストレート、これでピオリーチ投げ、うおおしゃれコンボ。大足確定からの投げ、受け身がないんです。投げ返す、うわっと後ろ向き、箱が邪魔をした、重ねは出るんです。投げー、これやばいっすよ。さあここで伊東洋華堂の屋上から遠征、ハスラーバルログ、洋華堂の練習なめんなと。しかしコンピューター戦しかやっていないので S 剣戦は全くやっていない。コンピューター S キャラ使いませんからね。大足確定、これはちょっと経験値不足か。洋華堂の屋上には S 剣はいなかった。さあ昇竜は出ず、この表丸が封じられてるんですね。マッツンさんのリバーサル昇竜拳制度によってで、横から行くしかないんだけど横も強いっていうスーパー剣強えな。投げる受け身はしっかり取ってピオリチ危ない。昇竜巻き込まれた。昇竜拳さあ大パン押し返してスライディングが間に合わず昇竜チュアシチュパン安い。おっ投げれず我慢した垂直昇竜うわーコパンスカシからの投げビンガイルです。阿部便さんのガイルです。サマーの速さがねおかしいんすよこれ。ほらなんかね顔を切るサマーを打ってくるんですよね。うまい大足昇竜に勝ったか今。さあスタブ独特な間合いためは非常に速いんです。さあ小高スペシャルも狙っていく。中キッククラシックサマーさあ箱を指差し1000点ゲットとさま早い表逆にいったスラスキック対応している大昇竜ガードしている。さあツイートつながったバックジャンプおっとリフトアッパー投げー減らした勝ったの阿部便。阿部便さん、どうも川島です。阿部便さん、大丈夫ですよ。阿部便がいる対、コエモンですね。今実況していただいてた。さあコエモンのしゃべりはうまいですね。なんか面白い小ネタを挟んで。さあ阿部便がいる。さあとても変わった始まりをするガイルですが、ただ性能はねかなり高いと思いますよ。さあ華麗なコンボはないかもしれませんがしかし球の打ち方球の避け方サマーこれですね。ここサマーかってところでサマーを出します。さあ歩いて投げるさあ画面端ガイルはきつい。さあコエモンは一発で持っていくか逃げたなコパンから2バズか漏れてああ最後は劣化圏3発目。マッツーさんよろしくお願いします。あはいお願いします。特殊なガイルですけどそうですね特殊ですね特殊っていうかなんだろうこのなんかねなんとも言えないなんとも言えなかったあ安く済んでいる。さあ食らって死んだと高めの中盤劣化圏でしたね。さあ阿部便ガイルがまあねさっきもでもガイルに勝ったんだけど多分勝っても小山君に負けてるから、まあ、小山君がここからどんだけ稼ぐのかと思いきや、ね、小山君苦手のバルログ。さあなんとここで登場オペマイ苦手のバルログ。さあ歩いて投げに行きましたよ。どうしたもう投げから一撃殺そうとしてますね前と後ろわからん殺しでなるほど。さあ待っててもきついだけなのか。さあ芯当たって上から前ワース投げて受け身は通らないで受け身取ってくれよという感じでしょうね。さあお互いに動きが速いキャラでごちゃるともう分からなくなりますね。投げ取って受け身取らないんだったらもう一回アン飛びからもう一回仕掛けれるようなもんなんですけども歩いちゃってるんで歩くと結局その歩いてからのアン飛びはさすがにできないので今うまかったっすね。今のアッパーであれし OK ですよ。さあ体力的には勝っているでもこれガンガードでいいんじゃないでしょうかね。さあ我慢強いさあなぜか出てしまった歩きテラ歩きテラさあ今歩き支援っぽかったのがミスってごまかしますね。ローリングピヨンってさあテラ最大これ減りますね。中大テラは痛えよなあれああ、はい、あれ反応できないですね。あれ反応したらもう人間やめた状況です。いや、シャガダイを振ったつもりが立ち合いキックになってしまった。さあ、アッパーが振り向いてくれず、さあ、バルセロナ。さあ、オペマイさんは投げて受け身取ってくれない。投げ返す。さあ、バックジャンプ。さあ、前ジャンプ。さあ、これもどうするのかな、これ。あっと、歩きが速い。さあ、その距離だと見るのにも限界があるが。お、珍しくにヒット目ヒット確認失敗。お、やる。支援届いた。シャーガッシュ。さあ、なんだ今の。今のパッションキックって何？弱レック。あ、中段やったと思ったら出なくて、テラー読みの中段が出なくて、とりあえずごまかした中足払いがぽっくり当たったぞ。さあ、オペマイさんを倒しましたね。やるわ、声も。さあ、次がお名前はディーズさんという方の外部ですね。こちらの方に関してはちょっと情報がないので、さあ、ガイルフェイロン、難しいですよね、ガイル側が。ガイルフェイロンはね、やっぱキャラクターだけで考えたらやはりガイルなんですが、ガイル側もね、ちょっと対策をしっかり。そうですね。あ、そうなんですね。あ、エボ。なるほど。ほう。さあ、アメリカ帰り。なるほど。の男。さあ、めくりは1点、そう、ショーパン、ショーパン多かったですね。2発から立ちショーパン中様。さあ、コエモンは遠い前だと何も起きないので前を詰めていく。さあ、前ジャンプから、さあ歩いて支援に行ったが出なかった。さあ、劣化圏で触りに行くが、あっと垂直当たって、さあ、支援で返してコエモンがこれで3連勝。さあ、次が中村さん、中村ブランカ。あー、ブランカいや、ブランカだそうですよ。さあ、ブランカフェイロンね、まあ、難しいですよ、ブランカ側が。さあ、しかしここは三大ブランカの一人中村ブランカなので、まあ、フェイロン戦でもいけるんでしょうかね。さあ、リバランガード。さあ、噛みついて、大パンスかしら、噛みついて、さあ、リバラン投げて、今あれですね、シャイニーパンチというか、そのもう読んでいたのか、投げ仕込みの飛び込みでしたね。で、赤神拳。あれね、これは起き上がりのね、リバーサナイトメアとか神拳とかってね、出が遅いから食らない、逆に食らうんだよね。なんで出すんだよ、なんで出してんだよ、この人みたいな感じ。逆に、じゃあ食らうとね、かなりイラっとくるんだよね。あれ実際ゲームのキャラクターの体力も奪いますけど、相手プレイヤーの精神ダメージもかなり奪うのでおすすめですね。やる気を喪失させると。さあ、レック見てからシャガシをパネかみついて、圧倒的に中村ペース。さあ、中村のね、飛び蹴り一瞬当ててからガード仕込み投げ、あれがかなりね、やばいんですよね。リバーサルで勝利権等を出してしまうとガードされて、なるほど、遅らせて出さなきゃいけないんだろうけど、遅らせてって人としてどう難しくねみたいな。さあ、中村が劣化圏で触れないですね。うわー、うまいリバーサル。さあ、めくりはガード。さあ、今のですね、今の遅らす亀つきですね。なるほど。さあ、投げて受け身取ってシェ。さあ、めくりは当たらず、さあ、空振ってネタ殺しで、ずるいなあれ。中村ウィン。ずるいなあの技。さあ、次がロードさん。あ、じゃあこれも変わろうか。さあ、縄跳び大会インデイトナ式。さあ、これ基本的に下がっとずっと下向いたままでいいですかね。はい、片膝ついたまま勝てます。ずーっと下見てる。上が出ないとか出ないぞ。さあ、早め潰されて、出たけど潰されて、これね、ムエタイキャンセルしたタイガーで前ジャンプが無効なんですよね。あれはもうシカとしてムエタイキャンセルして、もう一回したタイガー。さあそれです。さあ飛び落として上が出ずピヨーン、危ない。リーチだったが助かった。今なんか無言見せて、この距離はブランカの距離なんですね。さあ噛みついて、さあ中村がいい感じに勝ってますね。コマオイスホンダ、さあコマさん、さあコマ S ホンダです。これは試合が長くなりそうだ。さあコマさん、この名前だけ聞くとニーアーさんとかそうですよ。しかもキャラホンダだしみたいな。確かにさっきね、ちょっと野試合一回こちらの方と初めてやったんですけど、はい、割とちゃんと頑張ってる感のあるホンダでしたよ。なるほど。フェイロンに連呼するのはやめていただきたい。まあ S だから食えてる部分ありますけどね。まあ確かに。さあめくり、さあ噛みついた。すかし噛みつき、あれ腹立たしいよね。あれマジムカつくんすよね。かなりイラっとくるよね。もう本当にそういうとこでしか飯食ってないですから、この中村ブランカうまい。結構言いたい放題言いますね。さあしっかりローリング止めて、削りだけで死ぬのは勘弁なと。さあ100レスうまい。さあどすこいで何かが起きれば、なるほど、時間を使っていく。俺はもうあれですね、もうブランカ一回無理やり中パンチで投げて、はい、投げからのそのままボタン連打で中100レスで中村さんがしっかり受け身取ってフリーズ、して両者だけっていう。なるほど、ドローに持ち込むべきじゃないかな。確かにドローはね勝者なしですから。そうですね、無理やり投げて両方とも席叩いていきます。俵投げバグ、あれバグ偶然じゃなくてちゃんと誘発してできますからね。あ、そうなんですね。ただ画面端が近いとよりやりやすい。ああなるほど、相手が受け身を取ってくれるでいて、あと中パンチの俵投げからそのまま中100列を出そうとしてる。なるほど、とよくなりますね。さあ100列中田さんに教わりましたけど、さあ目の前でおシコキックが強くて、あれ足先無敵ですからね。さあ開幕バックジャンプから電気、さあ上を取られてダメージを初っ端に受けてしまったのは、さあしっこい、これ惜しい。あいうちでさあしつこいぞ、噛みつきにいった。体力は本田がリード、上を取られてまずい。あおこれブランカが空対空ですかね。本田がジャンプ見てなんか飛んでますね。あ、これはお釜以外確定しない。しっかり本田が前に歩いてきたらあれですね、ジャンプショーパンチ落としづらい、落とせないわけで飛んでますね。そうですね、画面を見てますよ。さあどすこい、うわっ、さあ残り時間が厳しいところでローリング刺さって中村ウィン、セロ様ですね。よし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 、予定調和、予定調和。さあここで僕の師匠の師匠、今回のあれですね、今回のこの四季の細道、はい、X-ESTと前夜祭、これの順番決めも多分セロテープさんがやったはずなので、そうですね、一番なんだよその順番みたいなのは全部セロテープさんで、そうです、くじ引き運が一番ないかもしれない。だいたい広いブロックが出るときはセロ様が引いてます。しかしね、開幕1試合目めちゃくちゃ強いという説があって、大会で青いベが倒しましたからね。確かにうまいー。マジで遠い、明らかに遠かった。踏み込みに、さあセロテープバニシング重ねが結構有効ですよね。ブランカ戦は特に起き攻めでバニシング重ね非常に有効ですね。さあのそりのそりと、おっと飛んで最大、さあアトミックスープレックスね、うまい。さあなぜか吸い込まれるようにダブられましたね。今短い、上をよく見ている、ダブラリとKラリで相打ち。さあ体力的には勝っている状況。さあここからブランカ側は大事に大事にいきたい。確かにローリングの削りで、さあ画面端またうわっやってしまって負けている。残機どうする。その立ち台キックはローリングスムシですね。確かにラリーさあポキッと当たって中村イン。さあ中村止まらない。金ちゃんキックの先端が強い。今回のチーム決めのあれではあれですね、中村さんを危うく遠征組から外すとこでしたから、あ危ない危ないと、この人遠征だよみたいな、この人東京じゃねえよみたいな。さあここで大阪から中野サガット S サガット、中野 S サガット、タイガーにタイガーパカはガード、間合いがね狭いんで外だとガードで OK っていうですね。あれねやばいよねブランカのね。さあブランカもさすがに S サガ相手なのでバンバン飛んでいる。投げさあ無理くりあれアパが出ないとこなんですよね。反対に軸が触れちゃってるんで、さあ球の打ち方が難しい。投げ飛び越し投げアパが引きつけうまい。これは確定する。垂直ジャンプで踏まれちゃうんですね。この距離いいですよ。これいいですね。しかし垂直がうまい。さすが中村からの大パンチ投げ。またそれただ中村さんあれですね、たまに3回に1遍ぐらい大パンチ効かないぐらいでいいんじゃないでしょうかねあれ押したのにみたいなさあここでかわしむ。さあダルシムちょっと開幕大のスラストマジか。めくりはガードテレポで逃げて台足払いしかし噛みついて、なんだこれお前が飛んじゃうのみたいな感じですよこれ。確かに玉うんぬんとかそういう問題じゃないこれ。さあ間合い的にはダルシム間合いになった。しっかりさあ手前落ちがうまいからのリバサー。さあバレていた感じのリバサじゃないテレポ全一なんですよね。リバサじゃないってなんだ。リバサだとその場に出るとかいうバグあるじゃないですか。 あれじゃないテレポがうまいんですよね。うまい。さあやっちゃったのかこれは。中村がうわ上から相打ち以上のところで飛んでいる。うまさバレていた大パンチ引きつけて、これは爆発力ありますね。いやー大会のブランカっていうキャラクター自体はねそんなに天井高くないキャラクターなんですけども、大会時における、いまだにねブランカでご飯食べてる方々のプレイヤーの性能高いのもあるんですけど、はい、非常に大会映えするキャラですね。明日の X-EST 注目、ふたちゃんのバルログ C ブロック、はい、C ブロックざまーって小宮さん言ってましたね、はい、C ブロックあなたも C ブロックですよ。いや僕鈴鹿さんのブロックを見て、うん、鈴鹿さんマジざまーと思ってニヤニヤしてたら右下の方見たら僕いたっていうあれ俺もみたいなあれ俺 C じゃねみたいな話がちげえよみたいな。本当にツイッター見たときにちょっとウケましたね。うわ勝ち上がってもフジモンじゃんマジ鈴鹿さんざまーとか思ってたら俺らすぐ当たるっていう、当てがっちゃったらあれみたいな。しかも ORF とかもいるし画面端やばい。うわー飛び越し投げ気狂ってんだろこれ。もう上から行くしかねえ、もう落とせないの行くしかねえみたいな。無理くりいったがローリングアパレ、あそこガードしたら熱かったけどね。そうですね、密着までいっちゃうとね逆に2分の1ガード風があるんでうまい。上は見てる。さあペアシット電気ね、上から髪は必死で逃げたい。バルログ逃げたしかしこれを噛み合って投げる。さあ前歩きの顔に当たる。さあローリングリスタフラッシュがねブランカにすごい嫌なんだよね。そうですね、顔が出ちゃうんでちょっとでも前歩いた瞬間に顔が出ちゃうんであれかわいそうですよね小鷹っぽいな顔が出ちゃうんで顔の判定が。さあリバーサ潰すところでやっている。あれ痛えな。歩いた時だけ当たるしゃがみ大パンチですね。さあ1ここワンチャンスあんのか。逃げたテラーこれ盤石。さあしゃが台が強い。さあ取り逃がした。さあふたちゃんの場合分かって次はカナダあたり、進撃のカナダ人あたり。これ何メートル級ですか。いやこれ2メートル以上、これサガットぐらいあるでしょ。あります、ありますね。サガット。あれ DJ あたり、あたり DJ ガエルじゃないの。うん。さああたり、さああたり DJ、DJ、DJ。お、さあ吹いてる。振り向き、たまたま出たっぽかったけど。実はやってるか。さあためを放棄して歩く歩く。投げ返す。マジでゲーム力同時にいっちゃったね今ね。ゲーム力が高い。スライディングで潰している。いってさあジャックで入れ替わって、さあ投げて飛び越し投げ。これ最後の一発減るんですね。これあれですね、ふたちゃんいきなり多分銃とかで撃たれますよ。多分あたりポケットに多分銃持ってるっぽいからはい、持っててもおかしくないです。海外は銃社会ですからね。そうですね。ただチームメイトなんで、さすがにさすがに打つなら明日の夜じゃないですか。確かに。打たれる、結局打たれる。打つけど明日の夜みたいな。明日大会だからみたいな。まだ許されてるんですよ。さあ投げ投げ。うわーピヨってぐさっと刺されて。減ったな最後も。減ったな。Sケン。さあハク君。さあヌルポが S 県熊本行ってきましたよ。僕もあごめん俺今ハク君って言っちゃって間違った。いやなんかなんでそうマジなんであいつメガネ外してるの。同キャラなんですよ。キャラかぶってる。マジかぶってる。あれねかぶせてるからね。あれ一瞬分かんなかった。本当に素で間違った。失礼。本当にちょ2人に対して失礼だった。シルエットが同一ですからね。そう昇龍ミスってお互いね髪の毛短めのね細身の巨人。そうさあ態度が勝っている。スライディング。さあ今のローリンクリスタルは起き上がりに露骨に重ねてきてくれたら昇龍出したかったね。見てから昇龍ボタンを押すだけでよかったはず。そうなんですよね。ただそのリバーサル仕込みがまだ精度が低くてこの間それ指摘したんですけど。さあしっかり昇龍うまいからの上はあ高め、まあ、ちょっと高かったように見えましたが高めという選択肢が竜巻のおかげありますからね。確かに。さあぐさっとああ上から見てから飛べるところ昇龍まだあんのかな。テーラーあれオベマイはあオベマイ出てるわ。俺倒したわ。さあウルトラマリオここら辺からあれかなウルトラスト2勢でしょうかね。さあウルトラマリオさんは非常に手堅い竜ですね。うわやばいピオリーチ練りチャギ久々に見た。強丸重ねはガード。マリオさんはラグなウル2でバルログとか相手にも普通に戦っているのでラグのないこっちだったらより一層いけるんじゃないかと。お投げてそうリバーサルでうまいんですよ。投げた飛び越し投げ昇龍からの真空波動すごい今ゆっくり入れましたね。はい KKY かと思いました。手元を見てないだけマシですよ。手元見て垂直ジャンプしますからね。確かにびっくりした。見た意味ないみたいな。さあ中5さガードしてさあ中5数しつこい中5数これ2ちゃんイズムですね。そうですねいつもやってることやられている。うわ見にくい下が見たい垂直でかわしてさあ第5数第5数さあ避ける投げさあ裏回られてうわー減ったな。さあバックジャンプさあスカイハイクローに波動が刺さってふたちゃんもちょっと見てから今スライディングですね。はいあーピヨってしまったとこにジャック中5数うわあ今昇龍だったら今危なかったですね。はいさあ勝ったの2ちゃんいやウルトラマンション惜しかった。さあそしてエクスパーがすごい嫌そうなんか中国の便所に行くときみたいな顔してる。クレジットがないですねセロテープさん多分あるのか。いやーなんかなんだよここみたいな感じのすごい嫌そうな顔してましたね。エクスパーあれですかね、もともと自分がダルシムスカやったくせにバルドグとか嫌いですからね、本当に。さあハイクロ刺さって、しかし不思議な踊りを踊れれば。さあガードガードガードは硬い。昇竜リバサー。さあめくり竜巻はバレていて、昇竜めくり竜巻透明。さあうまい。おっとやるな、なんでと日本語で。さあ死んじゃうめくり。確かになんでって日本語で言ってたの、なんでって、とっさになんでっていう外国人珍しいですよ。確かに。さあバックジャンプ、さあ中盤すげえな、今ローリングクリスタル中盤止めながら。さあ昇竜昇竜投げられて座れる、前と後ろわかんねえ。もう一回ガード、思ってガード飛び越し投げ、大昇竜ね。さあ来たヤムチャムーブ、ヤムチャムーブテラーテラーテラー2回ミスって、さあ昇竜当たってわからんぞテラーテラー、危なかった、惜しかった。さあグッチ、さあこのグッチバイソンはね、何か持ってますからね。確かに何かしか持ってない、逆に。いやね、アッパーレックの隙間にターンパンチの4をリバーサル出しましたからね。それどうなるの今の、すごくない。あ、食らいます当然、レックキャ食らいます今のリバーサすごくないとか言ってフォーとか言って、まあ、ターンパンチをターンパンチがリバーサルを出せるっていう段階でも結構珍しいですからね。相当うまいっすよ。さあニョキッと、さあ引っ掛けて冷静出る。さあ短パン、うわっマジ今すげえな、どこで今当たった。爪広げた手に当たりましたね。はい、まあこういう怪しい連携を使いこなしてくるんですよ。さあガードガード、ああいう地で体力的には勝っている状況。さあスラーが刺さって投げるチューチューピヨッチュなーピヨッター。さあ小テラキックテラー、あっという間に。さあ今度は本物、本物のさっき偽物でしたから。あ、ケン君だ、久々に見たよ。ケン君が現れたよ。さあハクキャミー、キャミーはね結構バルログはいや詰んでると思いますよ。バルログがそこにしゃがんでるだけで結構やることがないと。フェイロンと一緒っすね。もうただそこにいるだけみたいな。本当に、まあ、さっきふたちゃんに教えちゃったんで、僕しゃがんでてください、しゃがみ中パンをしてください。やることないんですよ。歩いてキャノンとか歩いてしかないですよ。歩き何度かを相手の反応に合わせてこの辺かなっつって押すゲームだから、うん、で置き攻め間に合いませんからね、うん、さあこれは結構ね蹂躙ですね、本当に厳しいです。てかね、最近ね、はい、ウルトラスト2とかでもそうですし、若手でもそうですけども、16キャラ、はい、なんなら S キャラ入れたら32キャラいて、なんでキャミー選んじゃうのかなと。まあ確かに入り口このキャラって珍しいですよね。そうですね、絶対いいことない。スパイラー当たって、さああ表、あ確認勝ってたんじゃないのと。空中投げ珍しいもん見ましたね。確認は出したいですね、なんとか。そうですね、今3段でピヨるんで、3段で確定でしたからね。さあスパイラー当たって、そっからさあガード、うわっいてえ、レンガにさせてしまったので、それはガードだわと。意外にスパイラルで適当に振ってる技の、あ結構ね、スパイラルアローであれです、スライディングにも勝てるし、ね、相性はいいんですけど、まあ、ガードされたら、まあ、以下略ですね。投げとということでハフン頑張ったが、ふたちゃんが勝っている。さあリズワン最終週、あ、1周目の最後、ラストプレイヤー。さあ、リズワンがいる。リズワンはあれですね、アメリカで一番うまいベガですね。はい。さあ、投げられて、飛び越し投げ。さあ、投げられて。ジャパニーズダーティースタイル。ダーティースタイル。チーププレーですよこれ。そうですね、これもう2つじゃないですね、あたりとリズワンから打たれますね。はい、今のうちにちょっと明日とか秋葉原で防弾チョキとか買っといた方がいいと思いますね。吸ってるタバコにマリファナを混ぜられてラリリます、まあ、カナダ合法になりましたからね。はい、カナダは合法なんで。さあ投げて、さあまで暴れて、さあぐるぐる、うわ死んじゃう死んじゃう、どうする、あっとソニック上か投げで相打ちできないところ。さあこれ勝ってるからそのままあれかやな、あ俺かさあ大会前にこのカードを行ってしまってよいのでしょうか。さあ1キャラ目と同じキャラを選んでしまったのでここで仕切り直し。さあ X-EST でもある可能性があるこのカード、バルログ戦といえばマッツン。さあフタちゃんバルログはどこまで牽制を仕上げてきているのか。さあダッシュめくりからロコスに行って昇竜拳。さあ昇竜はすかしてすかし投げ、やはりこのムーブ強いですね。振り向き1フレがあるので投げてる方有利。さあしゃがみ中パン昇竜引っ掛けて投げにはテラ昇竜出るが中昇竜でめくりをフォローバレてて小足連覇最大。さあ暗いなんとかも小足でフォロー、小足までヒット確認できますから。さあ垂直、これは垂直で飛ばせるための弱波動ですね。この後の卓でこうなります。さあ膝で掴んで高めから小足ピオラして最後は投げ、一気に畳みかける、これがマッツン剣。さあ2周目ガマチシさんのベガ。さあ最初は弱最高。さあ甘い飛び込みは全部大昇竜で切れてしまうぞ。めくり逆2択中足、おっと最大大きい昇竜、手を出したいところに有利フレームで昇竜拳が置いてあります。あの弱波動拳見えてしまうんですね。見えてしまうからこそ反応したいんですが、それはマッツンさんの思うツボ。昇竜遅らせ大足波動中盤波動波動昇竜、これは間に合わず投げ、さすがの動き。次誰、さあ龍山儀戦龍剣戦専用モビルスーツ2体目、コストは100。さあ回って差し返し中足、さあ大パンチめくりからつながってる、アドリブもしっかり大足長い、どうする踏み込み台、鋭いですね。さあピーラリが潰れるところで飛んでる、さあ立ち壊しにすることで投げに行くまでの硬直時間を軽減。近くからもんだロー大ロー、さあ投げ 1.4 ミリの竜巻、無敵はついてないがこれはもう厳しい。クルージング仮面人ブログ、さあバルログ2枚食いできるか。バルログというキャラは何をやってもいい許されたキャラです。昇竜拳はしゃがみ中キックでガード、波動を乗っけて高め、さあ差し返して、あっとこれはコンボに行く。ゲージなかったですかね今。多分立ち台パンしゃがみ中詰めまでジャンプ攻撃から行こうとしたんでしょう。さあ下が空いて昇竜画面端相打ち、これは美味しい。ピオリーチダメージ差を生かしてマツンがしっかり、あっ飛んでいる、これは逆に正解。リバーサル竜巻、さあバルログが続きますね。ハスラーバルログ、バルログ戦のマッツン、さあ掴んでいるのはマッツンからのしゃがみくらいテラースライディング大パンチ、あれは立ち台キックで落ちない。昇竜しゃがみ中、さあ体力リードはマッツン、これはバルログどうやって崩す。2ロット、さあスライディング、スライディング読みの前ジャンプ、スライディングスライディング、さあ梅中キックから昇竜拳引っ掛けて膝壊し、昇竜はガード、あれはガードでもヒットでもどっちでも大丈夫な連携ですね。さあ上から行くガード、おっと勝利相打ちよく出した、うまい、これでレッパ削り切る。さあここでアベビンホンダ、しかしマッツンさんのホンダ戦はおそらく世界一。開幕前ジャンプ透かし投げ大パン、さああの中足飛びがいやらしいですね。大足間に合わずドスコイン大足波動拳、ここから全然取り返しに行くのが、さあ波動で大足、波動に見えるんですねジャブが。波動拳安全、波動拳安全からの昇竜拳、これは誘っています。あそこしかないよねというところで中パンチを空振って昇竜拳、これ動画を見ましたがどう攻略するか分かりません。昇竜出ずヒット確認はしていた。さあ昇竜引きつけ、おかま間に合わず、通常技のリバサが難しいこのゲーム。昇竜うわ踏んでしまった、レッパあれ俺さあ、コエモンが出番なんで、カワシムに変わりました。さあ、マッツン対川島、川島じゃねえやマッツン対コエモン。さあケン・フェイロンはフェイロン側がちょっと有利だとは言われておりますが、しかし相手はマッツンケン。さあ劣化剣刺さって、ここは劣化神経重ねにいった。さあ1本目はコエモンが取って、さあ波動飛んだが間に合わない。さあ画面端、さあ竜巻で逃げたが投げる。さあ画面端劣化剣うまいな。さあマッツさんは我慢してなんとか切り返しを狙ってる。膝つかみ、さあめくり竜巻から、さあ劣化神経巻き込まれた。遅れるんですねあれね、劣化神経の初段だなっていうのさっき話してたやつです。これがあれね、手出しちゃうんだよね全身じゃ神経がね発生遅すぎて手出しちゃうんだちなみにあれしてガードした時じゃなんかあんのさ、ガード3発ガードして4発目空振って5発目に昇竜拳が確実に割り込めます。いやー今の悔しいね、何やってんだかさあ登場はオペマイバルログ。さあもう散々バルログ頑張らされたから、そろそろ小山君がバルログ頑張ってほしい。つうか俺あれか、もし小山君倒したらまたバルログやらされてたのかやだよやだよさあ支援は飛び越し投げはさすがにバックジャンプ大パンいやさあ1本目はコエモンが取る。さあフェイロンはワンチャンバルログいける部類に入るんですか。ワンチャン他のキャラクターに比べたらですね、サイコロの1が出たらよしとしたとしたら、はい、フェイロンはですねサイコロ12個ありますね12個はありますまあ、キャラクターによっては10個のやつもいるんでそうサイコロじゃなくねみたいなそれに比べれば全然。さあ投げからピヨっちゃった、コアから今のやつね、今サイコロで1引きましたね。めくりネタですね。さあ軽投げからの裏回り高キック重ねですね。受け身取らなければ一撃死はないんですが、やはり人として受け身は取ってしまう。ここは D さん、ディーズさんですね。ディーズさんのガイル2体目もガイル。さあ今のところトップは先ほどのふたちゃんの8勝がトップ、次いでマッツン、中村の6勝ずつが2位、3位ですね。で4位にコエモン。さあ1本目はコエモンが取って、さあガイルはなんとか、頑張って間合いを広げて戦いたいですけど、ちなみに私上位4人の決勝戦のトーナメント表の場所はもう決まってます。1位と4位が先にやります。で2位と3位がやります。でそれぞれの勝った方がやるという形になっているので、今現状は中村対松の2位3位が決まっている状況ですね。4位のコエモンがどう入れ替わるか。さあコエモンが、さあコエモンはこれ見てから選べるってことですか。じゃあ今4勝目ですね、これで今4勝目ですね。さあ中村さんがでもここからですね、勝ちを変えて8位とか、8位のタイでもダメですね。9勝して1位に躍り出れば僕と勝負しないでいいと。でも中村さんの僕、中村さん相性いいんで別にそれでもいいやみたいな感じの多分思われて勝てねえんだ本当に。さあ2キャラ目中村さんは本田ですね。あ、本田ですね。これコエモンがですね黙って席立つやつですね普段の試合だったらコエモン君がスッと席を立つやつです。さあ本田フェイロン、本田は待ってるだけでも十分強い。さあプラス花塩いちょう、さあガードできる、ね、さっきそれ食らったからねと言わんばかりに中村がしっかりガード俺は食らいましたよさあドスコイを返して中村本田が1本目。さあ100レス食らって劣化剣、うまいな。まあですよね、100レス食らってみんなガードしちゃうことがあるんですよ。100レスって意外と反撃確定の技なので食らったら暴れた方がいいですよ。さあ逃げれない。大いちょう入れたで、さあ今大いちょう入れたっぽい、バレていた。ここは、まあ、今のはもうあれですから、本田としてはボタン離すだけでしたからね。支援客出してもガードと。なるほどさあゴード君1個残してんだよな、1個残してんだよ、汚い大人だからニヤニヤしてる中村さんがニヤニヤしてるさあ、おもむろに上から、どうせ出ねえんだろみたいな感じでおもむろに上から行きましたね。さあどうする中村さん、これ連勝しちゃったらマッツンさんとホンダでやる羽目になる。これね、4位にね中村さんがね位置するとね、2位と4位に中村2体みたいな感じよね。なるほど。さあ置き攻め間に合わず、これは確定してしまう。嘘、両方ありでしょ。両方ありで両方勝ったらそのままなんか自然に自然に終了でしょ。マジで全然ありだと思う。さあからのあれは確定しない。ぼったくっているこの男、知らないことをいいことに。あれ俺4勝じゃないの 3？ マジマッツン、さあちょっとあれですね、決勝戦の方向性をセロテープさんと考えてるうちにロード君がほふられてしまいました。さあコマさん、本田対本田、本田対 S 本田、これはね正月さんがいいですね。セロテープさんが今熱いセリフを吐きましたね。次、はい、俺なんだけど、どっちが勝っても本田。激アツ、激アツですね。これ仕込んだまでありますね。セロテープさんご自身ですよ。いいですね。さあうわ見てる、見てから鬼無双をでもめくってからのうわマジで、あうめえコンボしっかり。S ホンダは投げ返すしかないので下段卓で小足張りでとしっかり考えてますね。さあドスコイ2ドスコイ、基本的にはこの組み合わせ S ホンダの方が強いと言われてますね。はい、ドスコイ張り手がつながってる、いつでもやめる張り手が汚いんですね。相打ちドスコイ見てから直接大いちょう、あれが返しにくい。さあここでグランドマスターセロテープ、セロテープさんはあれですからね、一通会で唯一様付けされる男ですから、ね、そうですよセロ様、はい、誰からでもプレイヤーネームに様が入ってるのはなしとして、あれは3、最終的に3つけなきゃいけないんですよ、はい、タコ様さんなんで。そうですね、コンビニでセロテープさんって呼ばれる男ですからねそれ恥ずかしいな、店員の前で。さあ張り手張り手やることがない。さあダッシュ刺さってガードされる、ここまでセットどうするどうする。さあ踏み込んでバニシング、唯一の見せ場がバニシング、頭突きを見と負けね、頭突きに本当に勝てるらしいですよ。そうなのなんか普通にバニシング出かかりをどすこい刺されそうだけど。さあ張り手対空、あれが落ちない、大足差し込んで、さあもうあれですね、完全に今お願いに入りましたね、出してよと、さあ落ちねえんださあ完全に相手に対しての依存、お願い、あれですね、プレイヤーとしてお願いしだしたらもう終わりですね。中野さんがやってくれると。さあチュンリーで来た、中野さんとチュンリーどっちだ。表、あれ表からはね中元入りますんで、自分がいるプレイヤー側から飛び込んでガードできた時はフルコンボ入ります。そうですね、確かに逆は下りに判定が出てるんでダメです。投げ返してあれこれ確定しなかったですか。今ちゃんと逃げてたね。バックジャンプで高め出たー。インチキ。このねぼったくりっぷりがやばいっすよね。プチぼったくりぐらいなんで、これ露骨に訴えるわけにはいかないぐらいの、お通し600円ぐらいの高えなプチぼったくりなんで。さあ高めを潰してリバーサ潰しの高め中キック。さあ地味に体力リードを奪った。さあドスコイドスコイドスコイ3回刺さった。もう中村さん今いくら払ったんですか今のドスコイ3連覇で刺さるはちょっと今料金が発生しないと。そうですね、前金が発生しましたよ。起こりえないことが起きたんですけど。さあここで本田戦が独特なカワシム。さあ開幕ドスコイいきなり読まれて、しかしこの本田戦は独特です。上見えてる100巻しっかり落としたのいいよね。はい、しかしあれはチョップでは落ちません。さあ第1周あれはチョップでは落ちないんだな。うわバックジャンプ読まれて、これはまずい。進角、あマジでスライディングで左右入れ替わった。ピヨッタからのあ何してんの KKY さん。 KKY さんフレームドスコイは見てから、うん、さあ上を見たいしゃがみライパン、これはうまい。さあテレポ逃げて死んだ。しかし本田がそこにいる。強い圧殺していく。中村が6勝。さあ中村が6勝している。このまま勝ち進んでいくとことですね。さあアフターバルログ本田戦はやってきましたよと言っていました。期待しましょう。さあ今の明らかに空対空読みですね。そうですね、今完全にもうだって開幕早々広げてたから。さあ本田側もゲージを貯めたい。うわー3段しっかり3段決めましたね。はい、さあ鬼無双で歩いてくるバックジャンプぴょん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 。これドスコイがねリスクになっちゃうんで。さあ透かしだったがあーっと今100巻当たりそうだったのにもつれて逆からハイクローバックジャンプ大パン。さあおいしい落とし方サバを追ってもう一回上からテラワガードサバを追って。さあ話を一応インチキ1回でこうですからね。1回でさあ3段おっと2段切り替えたうまい。さあテラーでしっかり落としてやばいぞこれは。やばいやばいやばいやらかした。おテラーが勝つ技が強い。バックジャンプ垂直ジャンプか大パンチ仕込んで。さあ画面端は危ないスライディング届かず。ああ、もし返して相打ちどすこいどすこいこれなんです。入ってこれなんです。さあ中村が自身のメインキャラを抜いて単独2位。そしてあたり今度はガイル。さあガイル戦だけやってくれとふたちゃんにお願いされていたあたりどこまで仕上げてきたか。これ勝てないと僕らのチームきついですからね。しかしぼったくりスタイルカナダ人いい人多いですからね。ぼったくりはあんまりないでしょう。うわサマーすかしてソニック見てから100巻で近づこうとしてくるどうすこい。さあこれはまずい展開。ガイルってホンダ楽な組み合わせじゃないんですか。いや楽側に入るはずだけどですよね。先にソニックを設置したいところ。うまい、逃げて逃げて、倉橋キック、裏剣、これは正解。ソニック、ああ飛んじゃった、これまずい。死んだか死んだか、はいはいはい、さあポガ S 剣、これあれですね、何があっても負けない組み合わせのはずなんですけど、はい、これは S 剣相当有利ですよ。波動足払いどうすんの、これ相当有利ですね。これ実際大昇龍大足、僕が思うにこれは 9.5、0.5 ぐらいありますよ。さあしかし中村も得意のぼったくり力を生かしている。上野の呼び込みぐらいぼったくってくるぞ。さあ前ジャンプ、昇龍ミスった、きたー、呼び込みー、俺は金を持ってるから金捨てるよみたいな感じだ自らああいう土勝ちを捨てた。あーやばいー、こうしっかり後ろ出して見てるなー、昇龍出す、昇龍出ない、こうなるとまずいだー、大足、あーミスか。さあ敗因としては昇龍のやはりミスがでかいですね。さあこれで中村が暫定王者、暫定王者9連勝。小右衛門涙目、小右衛門4位ですからね、1位と4位がやりますから、先その後2位と3位がやるっていう組み合わせ決まってるんで。あ、そうなんですか、決まってます。超ってなんすかまた竜使って負けようかなさあすかしておいちょう、画面端は中村ハウス、そうなんですね、あれしゃがむとすかせます。ちょっと離れてる、しゃがみもね、ニュートラルのしゃがみじゃダメなんで、しゃがみガードじゃなきゃダメなんで、はい、ニュートラルのしゃがみだとなぜか立ってくらっちゃいます。そうですね、謎仕様です。ああうまいな、昇龍出したかった、うまいな、引きずって大いちょう100巻か、おっとまっすぐいった、死んだ、このキャラ強くねえか。エクスパー、これはキャラ差を生かしてしっかり勝ってほしい。3連勝で4位ってやばいっすね、レベル高すぎでしょこれ。この上になって6連勝だった中村さんのブランカと4連勝だった俺の S 剣がいるからね。あ確かに。さあ飛び込みポクッと当てて大パンチ対空、あうまい、さあチバードナイス、逃げ竜巻かい、ゆっくりゆっくり、うわー自ら飛び込んだ、それ仕込んでる、勝手に出たっぽい、うわ何これどうすんの、これまだある、どうすんのこれ、先に打っちゃう、竜巻で、さすがに見てから、昇龍見てる、しっかり昇龍で落として、歩きますねこの本田。さあ昇龍でゲージため、ああしっかり昇龍したかったからの100巻最大狙っていきますね。あれ空対空で落とせばもうハメですからね。確かに。さあ投げる、強引に投げた、うえ真空カード、あ死んじゃうのやばい、これ昇龍おかま中足飛び込み。さあ勝ったな中村、中村が連勝を広げていく。おここでグッチさんですよ。しかしグッチさんの本田戦もねだいぶ匂いますからね、だいぶ匂います。前半めちゃくちゃいいんすよ。さあわやめろやめろとか言いながら体力リードしていくのがグッチスタイル。いやーあー歩きおいちょ、勝利が出る、冷静でしたね、勝利権。さあやっちゃった。張り手死んじゃう。何それ、逆に返せないよあれ。ジャンプで止める。コツコツと普通にガード。さあファイヤー、これはだいぶ美味しい。開幕ファイヤーで画面端々ゲット。それ美味しいですね、相当ね。波動安全に球を打っているが削りで押し返す。バックジャンプ読み中のすごいですね。さあ出しにくいところからの話を一応はめ、どうする。死んだ。しっかり台で離してる。大王一応が減りすぎなんですよね。さあここでハクキャミ。いやこれも地獄ですね。いやこれマジできついっす。どうやって勝つのこれ。直接行くしかないですよ。ああ直接ジャブスパイラルからのうわー、おいちょ離してんだよな。めくりなんか出てたよ。リバーサル多分スパイラルですね。コマンドミスでしょう。まあ、キャノン出したところでね反撃食らっちゃうからね。そうなんですよね。さあ壊して止めたが、これは大張り手置き攻めケツおいちょからの長野さん超楽しそうだ。長野さん超楽しそう。さあこれでリズワンか、リズワンでファイナル、リズワンで最終ですね。リズワンが勝った場合はもう1回1周目から戻って連勝するまで。中村さんが勝ったら終わり。中村対コエモン決定。コエモンのテンションが下がるみたいな。でも本田はね本当にちょっとじゃんけんポンできないから、ノーじゃんけん50円入れてじゃんけんできないゲームってどうですか。さあここでリズワンうまい。うわあさあこのラウンドはお疲れ様です。おっ逃げたが何逆にうわうまい。マジ今着列重なってるように見えたけどね。デビューは、はい、そうですね。真ん中上下の下が重なってたんですかね。デビルバで抜けましたね綺麗に。さあ大パンチやばい。さあこの体力差はちょっといかんともしがたい。もうラリッタドスコインにバックジャンプからの連続技決めるぐらいしかないですね。ベガ側も大事にいきたいんですけどこの体力差は。さあやってしまった。さあ間合いそのままドスコイ。さあということで1位が決まりました。1位は中村14連勝。中村さん強すぎだろこれ。2キャラ使えなくなりました。僕は使える方がいいと思ったんですけど本田です。勝ちの方だった本田です。さあということでじゃあ決勝トーナメントはまずは1位、今先ほど1位だった中村さんと4位だった小右衛門くんと僕とふたちゃんさんですね。でもうそのまま数字が若い方が1P 側ですのでそのままもう座っちゃってください。小右衛門さん 2P 側、中村さんがワンピー側。あ、もうそのまま入っちゃうの。あ、もうそのまんまでいい。席そのまんまで。2先です。2先。さあ決勝トーナメント、いやー長かった戦いでしたね。10時。これの後にね明日のトーナメント表、そうトーナメント表手元にねえんだけど、どうやって俺喋るんだあいつトーナメント表はあれですね、もうちょっと画面に出してもらうしかないですね。さあレックさあ小判で割り込んで、さあドスコイ小右衛門も頑張ってはいるんだが、さあヘアクレスでおいしょ。さあもう死んでしまったのか。投げたリバース投げ。さあガンガード100です、100です。で支援が潰されて、さあ出したが払い蹴り、まず1勝。まあしょうがないといえばしょうがないですが、非常に腑に落ちない感抜群のツイッターで見るしかない。確かにそんな気がしないでもない。さあ飛び越して、さあドスコイされて第1章ドスコイと、さあ中もリーチ、飛び越して一気に持ってて、しかもビヨったよ、おいしいですね。今ダイパーアッパーレイ加減にしなかったら偉いですね。ダイパーアッパーレイ加減の本棚に入られないですからね。ちゃんとその辺は本職だけあってちゃんとやってます。さあでもあれがしょうがないですね。さあずうずうしくのこのこ歩いてきた。ここしっかり支援で、さあがぜん体力はコエモン・フェイロンが取っている状況。このままクルージングしていきたいと。鬼無双でめくりから、さああっという間に大量逆転して、大パンと100です。思った以上に大パンが減らなかった。勝ったのは中村、中村が決勝進出したら、じゃあふたちゃんさんが2位なので、若いのでこっちですね。マジキャラ差だわ、キャラ差だろあれ。支援客5割でいいと思うんだけど、ドスコイに支援客カウンターヒットで5割でしょあれ。うん、さあここで準決勝1試合目上からいって、誘い昇竜うまい、テラー出している、チューチュー立ち台、さあ上からしゃがみ台足よくガードした立ち台パン、さあこれはガード、垂直ジャンプをつる小波動、スライディングで歩きをよくし、さあここからめくりワンチャンス、竜巻ガード台足、あの折り際の竜巻がいやらしいですね。テラーを出すと後ろから切られます。さあ昇竜すかし投げ、なーっと振り向きに昇竜拳、昇竜勘がさえ渡る、裏卓の裏竜巻、しゃがみ確認、テラーはバレている。さあこのままマッツンが飲み込んでしまうのか。バルログ戦のスムーズさがやばいですね。先に行動を決めているため相手より相当早く動いてます。さあ開幕昇竜はしゃがみ宙詰め読みか、投げていく、戦い方を変えてきた。さあこれは垂直、いろいろな技を散らしてバルログ側に地上戦を見せつけつつ、意識を逆してこの比較昇竜と対空で、さあスカイハイクロー、これは取って、まだいかない、まだいかない、タッチシュー、タッチシュート、牽制技としては最長のリーチを誇りますタッチシューパンチ。さあスライディング昇竜拳出なかった、前ジャンプ引きずって投げ、裏しゃがんですかして、これは対応してきた、投げる昇竜間に合うぞ、さあチューチュースライディングガード、波動からのすかし投げはしっかり対応、待ってましたよというのが聞こえてくるような投げでした。昇竜はさあ昇竜の着地なのでリバーサで技が出ません、投げる中昇竜逆に投げられた、こっから剣がいってしまうのか、めくりピオラスローキックでピヨって、さんだ。勝ったのは松さん。決勝戦はケンホンダとなりました。これなんか優勝なんかあれとか言ってますけど、3先で松さんと本田健はマジ終わってます。ブランカは使えないです。いやー、この剣から本田で3先を取るってどうすんのこれ。皆さんも一緒に攻略を考えながら、本田側の気持ちでブルーになりながら戦ってください。さあ、この大波動、特に何もない大波動、そしてたまに来るこの弱波動、避けてもこうなる大パンチ。弱波動避けても前ジャンプしてくるんですね。あれを垂直ジャンプとかで落とせないと、ここで大一丁が入って体力リードは本田、上から露骨に人間を壊していく。おっと相打ち、攻略じゃねえぞと、俺対お前やろうぜと言ってくる。さあ見てる、張り手で削って当てていく。これで5割ゲット。しかし昇龍冷静、大足見てる、昇龍引きつけ。さあ空対空、下上昇パンが強くて、波動大波動。さあ本田ロスコイ、昇龍ガード。さあ張り手、これ最大、小足で暴れていく。信頼しきった小足踏んでしまった、これは大きい。弱波動中波動混ぜていく、相打ち。これは本田が喧嘩だった。やはり有利キャラが最後立つようになってますね、これ。このゲーム。さあこれでマッツン 1-0。 さあ波動拳大足、本田の立ち技が見えたら踏み込み大足をするという攻略をやってますね。まあ、基本何か技を空振って張り手が来るの でその台足を張り手で止められたところで台足が確定するという。さあ張り手大張り手、前飛び昇龍昇龍、すかしてすかして、さあ決まっちゃった。バックジャンプコアコアレッパー、この色はミスりません。あーみたいなのないです。さあ暗い昇龍大大竜巻大足ピヨッタダンダン。さあこれで 2-0。 やはり本田戦のマッツンなのか。逆に本田で勝ってる人を見たことがないんですよね。さあ先ほど気持ちよくなっていたムクイがここで来てしまった。もうこれ実質俺の勝ちだろうぐらい思ってますよ、多分。気持ちよかったから俺の勝ちだろうみたいな。さあ大パンチ仕込まれている、大足確定。しっかり大足対空の後は小パンチを振って弱の硬直にしてますね。これが本田戦大事です。さあ大昇龍、浮いたら打つという感じの大昇龍でしたね。相手キャラの動きを見てぼったくりめくり中キックを防ぐ。さあ飛び込みが入って一文字おかま蹴り、待って大いちょう減った。しっかり大大いちょう入れてきますね。 38?40? ダメージがおかしい。さあ波動おかまの戻りに波動拳。さあしゃがみショーパン長い、波動拳を止めていく。さあ大足冷静、これ確定です。あれをビビらずに前に歩くことが大事。大足下がってが確定。おっとうまい、惜しい。中のすこいだったがそれも読まれている。さあ今のは小攻塾になっていなかったので勝利権が間に合わず、大安差し込んでいく。 3-0 優勝はマッツン剣。 X-EST 前夜祭優勝はマッツンの X 剣でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。いやー、中村さんを懲らしめれてよかったです。ルールがおかしいと。いや、あんだけ勝っといて、あんだけ勝っといて、いやもうね、脳みそ溶けてましたから、半分途中らへんから完全に気持ちよくなってましたからね。はい、反省会必要ないんじゃないですかね、もうですね。まあ、この今回のあれですね、前夜祭の結果はセオテープさんがしっかり上げてくれるはずなので、はい、これ、あれ画面あれかな、なんだっけ、トーナメント表とかの画面にできたらすると嬉しいけど、ツイッター上の選挙が。いやー、あれですね、なんか前夜祭とかでもこういうふうになんか勝ったの久々だな、なんか嬉しいな。明日もこれで頑張るぞみたいな感じの。でも結局ね、なんだろうな、小山君のフェイロンだったりとか、もともとこっちが苦手としてる人たちにはもうで普通に負けてるので、あんまりなんかあれみたいな。本田戦はね、さすがに。本田戦はさすがに長田正月あれやばいっすよ、もう相当鍛えてくれたので、相当鍛えられてますからね。で、永田さんしかやってこない対策をやれなかった瞬間に永田さんの機嫌が悪くなるっていう、あいつまた甘えてるよとか言って超機嫌悪くなりますからね。でもきっちりあれですよ、の試合とかでも永田さん相手に最近は負け越してないですよ。こんなこと言うとあれですよ、もうジャイアンやろうぜみたいなこと言われかねないんで、そうそう、危ないですね。危ないです。見てる可能性ありますから。そうですね。録画勢というね、録画勢がいるんで危ないですよ。いつ YouTube に上がるかわかんないんで。はい。さあ、ということであれですね、この画面上にね、できればね、トーナメント表の画像とかが出ればありがたかったんですが、ちょっとトーナメント表の画像が出ないということで、どうしたもんかね。なんか。これ画像が出ればね、明日の俺ね、明日のトーナメント表のでね、このチームはこれ喋る、このチームはこれ喋るとある程度考えてきたんだけど、それはあれだね、明日のなんだ、当日予選っていうか、当日のなんだ、当日枠募集してる最中にいろいろ喋りましょうと思ってます。とりあえずあれですね、僕の一押しインチキチームフジモン4代目オペマイ、あそこが指折りに今ね、フジモン君がここに向かってまして、帰るか帰ろうみんな撤収。今夜僕の家に泊まるとか言ってるんですけど、置いて帰ります。あれなんかちょっとトイレ行ってくるみたいな感じでうまく巻くとか、はい、そうですね。大山じゃなくてデイトナだ、デイトナの四季さんはね、出口1個じゃないですからね、さりげなく下剤と睡眠薬を買ってこないと。見てるぞって、やべえ見てるって言われてるぞ。おやべえ見てる、誰が見てるんだ、嘘だろ、嘘だ、死んじゃう死んじゃう。秋田つむつむ、ああ危なかった。あ、違う危ないちょっとスト2そのものですからね、ちょっと僕ももうちょっとスト2で遊んでいきたいんで、多分こういうもんくもだと思うんですけど、そうですね、命あるうちは遊んでいきたいと思うんで、ちょっといろいろな感じで居づらくさせられるのは困るので、はい、そのものですからね。そうですね。じゃあこれもね、多分ね、後で怒られるから絶対怒られるから。さあ、ということで今日はあれですね、パッと見た感じでオペマイとふたちゃん、その名古屋からと、あとあれですね、大阪から中野さんが来ていて、あれ、あそこにいんのもしかして警察の方じゃないですか。警察の方です。あれ青いベガがいますね。はい、警察官ですね。あの人に1回乱入して余震場勝ってしまうとそこからがすごい長いので、最初の1回はちょっと負けとこうかなっていう。業務用の磁石みたいなもんですからね。はい、離れねえみたいな。あれね、電磁石ありますよあれ。コイルちょっと離れなくなってしまうので、ね、俺今体勢に夢中だけどさ、聞こえてないはずですから、はい、大丈夫です。歩きないと目で気持ちよくなってる。あとバイパーさん来ててと、あとはカナダからあたりで、アメリカからリズワンが来てますね。リズワンとねバイパーさんはね仲がいいんだよね。そうですね、なんかほぼ同キャラ兄弟みたいな感じですね。さあ画面ではタコ様対グッチ。さあグッチの画面端。さあ波動。そうなんですね、歩きはじきがないとあそこで龍側はぼったしができる。あれフジモン4代目オペ前インチキじゃないですか。そっちのインチキが上回るか、はい、魔王博士玉島あれもインチキが上回るか。あれネームバリューでねレシオ制にした方がいいっすよ。そうですね、あそこもインチキですから、どっちのインチキがよりインチキか。でも隠れて ORF 小村さんコーナーガセマジやばいっすよ。あそこも強いよね。あそこもやばいっす。そうか、 ORF がねおととし来た時以上にすげえ強くなって、相当強くなってますね。あれびっくりした、なんでこいつこんな強くなってんだろうと。 X ゲーマーズこんばんは。ところどころふざけんなっていうチームあるね。まあしょうがないっす。そういうゲームチームどころかキャラクターがふざけんなっていうキャラクターがいますからね。ワットフォーマーもうトーナメントは終わった。トーナメントイズエンドそれでいいの？フィニッシュ？オーバーか。終わりました。アイムウィナー言っとこ言えるじゃん。あ、ゆうべかさんじゃないですか。挨拶しちゃった。ゆうべかさん、あそこにメガネかけた変なやついますよ。あそこにいますよ。あれ来週あれか、今日は明日の本戦のためにあんなのに構ってる場合じゃないと。なるほど。多分余震場負けてストレス溜まるのは勘弁みたいな感じなんでしょうね。多分今日は多分ね、気持ちよくほどほどに負けても勝ってもまあこんなもんやなみたいな感じになりたいはずなんですよ、ゆうべかさん。これで多分セロテープさん狙い撃ちでゆうべかさん入ったら多分向こう側回ってこられますよ。はい、なんでお前入ってくるんやみたいな感じでお腹痛いは通用しないですからね。画面端きついんだけどと。さあアイカムレイ、そうですね、X ゲーマーちょっと来るの遅かったね。もうちょっと早ければよかった。あれご飯いってるから。ああ確かにお腹減ったって騒いでたもんな。したらね閉店までこんな感じでのじ合い垂れ流しでのんべんだられてやってますし、気が向いたら誰かしらがマイク持って喋ると思いますので、暇な方はお付き合いください。今日のX-EST前夜祭デイトナー式の細道特別版、ありがとうございました。お疲れ様でした。カナダからのあたりさんとアメリカからのリズワンさんがご飯行く人募集してるんですけど、誰かご飯一緒に行きますか？ご飯行きたい人はちょっと対戦1回やめてカウンター前に来てください。あ、カワシムがなんかこっち見てるな。飯食いに行くらしいんで、この2人、俺も軽く通訳兼ねて、藤本さん、藤本さん、藤本さん、飯食います、飯はもう食いました。では食うとこないです。あれ、川島さん行かないですか？川島さん行かない？飯行かない？では3人で出発かな。あ、行きます。はい、それでは皆様ゲームをお楽しみください。Round one, fight! Tiger uppercut. You win. Round 3, fight. Tiger, tiger, tiger. Tiger, tiger. Tiger uppercut. Tiger, tiger, tiger. Tiger. はい、それでは配信の方は、これにて終了させていただきます。明日のX-ESTの配信はゲームニュートンさんの配信で、行われますので、そちらの方をご覧くださいませ。毎週月曜日じゃねえ、毎週金曜日ですね。ゲームデートな式では、スーパー 2X の対戦会を開催しております。そちらの方の、ご視聴もぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは本日、X-EST 前夜祭、動画配信、ご覧いただきまして誠にありがとうございます。